六百0系電話機六百0系電話機黒電話とは、講義には黒い筐体と総脇一体の受話器を特徴とした電話機の総称であり、基本的には卓上型を指し、同形式の壁掛け型は同じ特徴を備えていても含まないことが多い。日本では一般的にはもっと競技に用いて、低新章及び1五十二年以降日本電信電話公社によって正式化され、 一般電話加入者に提供された3号、4号、600系よび601系の各電話機の総称として、黒電話という故障を使っていることが多い。なお、その機能に目を向けた結果、ダイヤルパルス方式の電話機や、回転ダイヤル式電話機の通称として用いられることもある。黒電話について理解するには、その前紙にあたる低診症、 電電校舎によって正式化された1号2号電話機、23号自動壁掛け式電話機についても知ると良いが、それらはいわゆる黒電話ではないし、また、日本の電話機の歴史を俯瞰的に知ろうとする読者のためには、ここではなく、電話機日本における電話機の不死において解説した方が良いので、そちらの記事、電話機日本における電話機も合わせて読んでいただきたい。 低信省が3号電話機を開発するにあたって手本にしもしたヘンリー・ドレフィス設計の電話機3号電話機は1933年に低信省によって日本国内で正式化提供開始された。元はアメリカの電話会社 AT&T に工業デザイナーのヘンリー・ドレフィスが設計した黒い電話機のデザインをほぼ同じ外観のものを真似て制作した。以降、 4号600型と続く日本の黒電話の元祖となった。黒いベイクライトが採用され、総脇が一体となった握り手型の操縦脇であり、丸みを帯びた箱に自動式機能が収められ、曲線を用いてフックとダイヤル部を突出させている。フック部分も曲線を多用して細くまとめられており、2号のヨーロッピアンデザインの面影も残る。内部は 事故の総脇から入った音声が受話器に流れ込む、側音を防止する、側音抑制回路が採用された。また、層脇には、防塵・防湿きが取り付けられた。これにより、線路上の使用はそのままでも、実際の伝送性能は2号より格段に向上した。回転盤中央の紙には、縦書きでという文字が書かれている。点は、後年に回転に改められた。 強電式は、自動式からダイヤルを取り除き、オフフック呼び出し用の回路を備えただけで、ほぼ同一設定である。後の電電光車網の完全自動化の後も、着信専用の電話機として、主に郊内電話に使用されていた。壁掛け型は、本体に通話者がへばりついて会話する必要が、なくなったが、高度のあるベークライトの筐体のため、落下して破損する機体が続出した。 3号 M 磁石式電話機3号電話機の採用時は、なお極給電のない加入電話回線もあり、これの質的改善を目的として、3号 M 磁石式電話機が採用、提供された。自動式、共電式と同じ操縦脇であり、基本的な回路設計も共通である。操縦脇受けの取り付け方向により、卓上、壁掛けどちらでも使用できる。呼び出し用の手回し発電機と、 線路用電池等を備えているため、本来のダイヤル座部分が角張った台形の箱のような600型に近いデザインとなっている。大洋3号電話機太平洋戦争末期、米軍による都市無差別爆撃の結果、都市部で大量の電話機が喪失された。その復旧に際して物資欠乏状態でもあり、正式の3号電話機のみでは製造・供給が追いつかなくなった。 そこで、旧停止消耗以外の地域電話、校内電話用として、電気メーカーが製造し、在庫させていた電話機から3号相当の性能があるものを、代用3号電話機として加入者に提供した。その中には、沖電機、e、E-666 系、自動式壁掛け電話機や、藤型自動式壁掛け電話機など、正式の3号よりも洗練されたデザインのものもあった。 その多くは戦後も引き続き使用され、電話網復旧のためさらに提供数は増えた。木星3号電話機代用3号電話機と同じく、太平洋戦争末期の無差別爆撃による電話機の大量消失と物資欠乏状態、さらに兵役液による工業技術力の低下から、筐体を国内で自給でき、かつ工作の容易な木製とした3号電話機が登場した。 木製筐体は黒く塗装された。この頃になると、新たに戦時に製造された電話機は他の工業製品同様蘇生乱造で、通話も困難なだけではなく、絶縁不良から発火等の危険を伴ったものも多く、存在していたと思われる。しかし、この木製3号電話機も戦後の電話機不足から修理、補修によって使われ続けたものが多い。ただし、 戦争末期の極短期間の製造であるため、絶対数は少ない。現存機は、埼玉県の個人宅にて修理され稼働する状態で、保存されているものや、博物館所蔵機など、数台が確認されているが、やはり数は少ないとされている。大洋3号電話機太平洋戦争終結後は、同時に冷戦の始まりでもあり、アメリカ合衆国は、後の、 トルーマンドクトリンのひなとして日本の復興を強く後押しした。その一つが電話網の復旧とさらなる増強である。しかし日本の正式電話機である3号電話機だけでは特に都市部の需要を満たせないことは明らかだった。そのため連合国の電話網で使用されている電話機の中から3号相当の性能があるとするものに改造で2号ダイヤルを取り付け、 代用3号電話として提供した。その後の3号電話機3号電話機は戦前期の採用だが戦後復興機の大量製造により4号登場後も著しい加入回線数の増加により既存の電話機の更新が滞ったため戦後も長らく日本の電話の標準的スタイルとなり続けた。機能的にも現在の交換網に接続してもほぼ問題なく使用できるため 未だ現役で使用されている個体数も少なくないとされている。4号電話機4号電話機は1950年に電気通信省によって正式化され、1952年に提供が開始された。1949年の低信省に噴火によって生まれた電気通信省にとって最初で最後の正式電話機となった。岩崎通信機、沖電機、東芝、 日本電機、日立製作所、富士通信機製造の6社が約400万台製造した。筐体、掃除脇、回転板、文字盤、内部の電磁石など主要部品には製造した会社のマークが描かれている。掃脇、受脇の振動板をジュラルミン製として軽量化し、音声周波数帯での感度や均一性を改良している。この伝送特性の良さから、 ハイハイ電話機と呼ばれた。2400対の直径 0.4mm 新線の紙絶縁ツイストペアケーブルを短距離ならば使用でき、回線増強をより容易にした。これが結果的に全国自動ダイヤル化を推し進めた。回転盤中央の紙には当初は後に黄色地にという文字が書かれている。紙の周辺部には黒地に、 白抜きで0から9の数字が入っているように見えるが、実際には、数字は紙を覆っている、透明のカバーに描かれている。木製以外では初めて黒以外の塗装が採用され、若草、薄根図、象毛、縁地、富士、青竹、桃、そして黒の発色がラインアップされた。4号 A 卓上電話機4号 A 卓上電話機は、世界水準により、モダンな電話機と言われていた。 しかし、2号3号までのヨーロッピアンデザインから一転した丸みを帯びた筐体のため、だるまと揶揄されもした。筐体と掃除脇は合成樹脂の一種であるベイクライトで作られている。3号同様、4号、C 強電式は4号自動式からダイヤルを配し、オフフック呼び出し回路を取り付けた形態となっている。3号同様、完全自動化後も着信専用電話、 被災地等での臨時設置電話用の端末として使用されていた。ボースホーン電話機ボースホーン電話機は4号 A 自動式卓上電話機を2台背中合わせに連結し、掃除分けを1つにまとめた派生形である。ダイヤルは2機あり、前後どちらのダイヤルからでも操作できた。机を向かい合わせに置き、その間に本電話機を設置すれば1台の電話機と回線を それぞれの机に座る人間で、排他的に共用できる、というアイデア商品だったが、人気は上がらず、不発に終わった。4号壁掛け電話機4号オータムウィンター自動式、及び4号 CW 共電式壁掛け電話機は、日本電信電話公社によって1950年に、正式化された。旧型壁掛け電話機の置き換えのために企画され、 小型軽量化と資源の節約に留意した設計となっていた。落作酸セルロースを用いた中空インジェクション、モールドにより強靭、軽量となった。日本家屋の狭い廊下で通行者による掃除脇の落下が少ない。上部に掃除脇を水平に置く形状となった。また、通話中に掃除脇を一時的にかけておくこともできる。筐体を開けて、底板を、 木ネジで壁に取り付けて、筐体を、蝶津外で閉じる構造となっていたため、工事上の不良の原因となることもあった。日本人の耳と唇の関係位置の実測により、設計された4号よりも短くなった5号装受脇、アルニコ系永久磁石を用いた B-106 号磁石伝令、絶縁紙に金属を真空上着したものを2枚。 巻いたコンデンサ C-55A 蓄電機、L-5 号誘導線輪、ブランジャー磁力をスパイラルスプリングで受ける構造のプラスチック防塵カバーの双極接点の4号、W フックスイッチ、温度変化、日時の経過によるインパルス速度変化の少ない4号回ダイヤルなどが新規開発された。 4号 M 磁石式電話機4号が採用された時期でもまだ極球電のない交換機は多数残存しており、そうした地域でも回線数そのものは増加したこともあり、新たに磁石式電話機を製造する必要があった。4号 M 磁石式電話機は自動式、強電式とは全く異なる流線型の筐体で、操縦脇まで一体感のあるデザインとなっている。 41号 M 字石式電話機41号 M 字石式電話機は日本電信電話、校舎によって1958年に正式化された。軽量、小型化された丸みを帯びた、掃除脇の幅の箱型であり、掃除脇受けの取り付け方向により、卓上、壁掛けどちらでも使用できる。赤電話の元祖それまで。 公衆電話はすべて低信省電気通信省が直接設置していたが、1951年、一般の電話加入券で公衆電話サービスを提供できる委託公衆電話制度が開始された。当初は一般と同じ電話機が使用されていたが、1953年から専用に赤く塗装された4号委託公衆電話機が登場し、その後の赤電話の元祖となった。 この時は料金は功労式で提供者に断って電話を使用し使用後に料金を払うという方式であった。戦後期の3号電話機の大量導入、続く4号電話機の登場により日本の一般電話網は完全自動交換化へ大きく動き始めた。日本は戦後復興期から高度経済成長期へと移行し、電話機は一世帯一回線の時代に突入。 もはや地方であっても手動交換に限界が生じ始めていた。しかし、そのためにいくつかの問題が発生した。23号自動式壁掛け電話機問題の一つは2号、自動式壁掛け電話機の存在だった。4号電話機の性能を前提に回線数増強の工事を行うと、電装特性の悪い2号電話機は通話に支障をきたしてしまった。 その2号壁掛け式電話機は首都圏を中心に当時約20万台が使用されていたが4号電話機は新規加入者への提供でいっぱいで2号電話機の更新用には確保できなかった。しかし線路や交換機内部の絶縁特性の改善により3号電話機であればこうした回線増強に耐えられた。そこで苦肉の策として2号自動壁掛け式電話機の ベル装置、受話器、筐体を流用し3号電話機の余剰部品を用いて、ダイヤル、送話機の交換及び速音抑制回路の追加を行う改造を施し、3号並みの伝送性能を持たせてしのぐこととなった。改造された電話機は23号自動壁掛け式電話機と呼ばれる。送話機が三号電話機の防塵、防湿付付きのものになっているため、未改造の二号電話機とは、 外観からでも容易に判別できる。隣のトトロに登場する本家の電話が本家である。34号 M 磁石式電話機一方、地方に残っていた極給電なしの交換設備も一足飛びに自動交換化が進められることになった。しかし、その過程では回線設備を工事しつつ、従来の回線や即時に導入される回線を裁かなければならない。また、 地方では都市部ほど回線が密集していないため交換設備から端末までの線路長が長くなりがちでそのためにも磁石式電話機の更新は必要となった。しかしすべての電話機が回線事業主の資産であったことから4号 M 磁石式電話機を製造して短期で用途廃止となるのは不経済である。そこで 3号 M 磁石式電話機の操縦脇等を4号のものと交換し、4号相当の性能とした。34号 M 磁石式電話機と呼ばれる。強電式改造自動式電話機さらに、強電式交換設備の回線を自動化する場合、戦術の通り、3号とも電式、4号とも電式は、各々の,の,の自動式電話機と設計を共有しており、簡単な改造で、 自動式電話機とすることが可能だった。こうして、強電式から自動式に改造された3号電話機、4号電話機が存在する。強電式から自動式に改造するためのダイヤルユニットで、5号ダイヤルが存在する。4号電話機本来のダイヤル機構とは全く違っている。文字盤の数字一の下に製造会社のマークがなく、また数字一と 8の内側に文字盤押さえがないので電話機に取り付けられた状態でも4号ダイヤルとは外観で区別できる。全国ダイヤル自動即時化と加入車線の大量増強が求められていた。そのため電話機からのダイヤルパルスで直接駆動するステップバイステップ交換機に加え電話番号を一旦記憶し交換操作を行うクロスバー交換機を設置した。これは20パルス。 秒のパルスダイヤルに対応し、ダイヤルの高速化が可能になった。従来の10パルス、秒のダイヤルのモデルを、XXXA1 系、20パルス、秒ダイヤルのモデルを、XXXA2 とした。ただし、クロスバー交換機20パルス、秒電話機を接続しても、20パルス、秒の電話機よりダイヤルの戻りが遅いだけで、支障はない。 1967年より、XXXP 型押し、ボタンダイヤル式電話機のプッシュトーン信号に代用した機能が付加された。また、1970年から1982年まで計算ができるサービス、ダイヤルズが電電公社から提供されていた。このサービスのために、電話機の押しボタンの周りにかけておく各種の計算記号が書かれた。 透明のシートがあり、電話機に付属していた。さらに、クロスバー交換機の時代は、ステップバイステップ方式に比べはるかに短く終わり、半導体による無接点の電子交換機の時代に突入した。600系電話機は、1963年、日本電信電話公社によって正式化され、提供が開始された。アナログ回線による短機能電話機としては、 これ以上の根本的な性能向上は望めない水準で完成された電話機と言われる。製造したのは岩崎通信機、沖電機、神田通信工業、大閤電機製作所、東芝、日通行、日本電機、日立、富士通。筐体や掃除脇の材質は高質塩化ビニールになり、それまでのベイクライト製の3号、4号よりも衝撃に対して、 強くなった。当初は、艶消し仕上げだったが、艶出し仕上げに移行した。指穴中心に描かれた、や、文字盤の数字はすられても消えないよう、別の色の樹脂を字の形に注入した二色成形になっている。色は、当初黒のみだったが、1971年から、グリーン、ウォームグレー、アイボリーが追加された。グリーンとウォームグレーは、 掃除脇とダイヤル文字盤の色が筐体よりも濃く、ツートンカラーになっている。また特殊色として、薄青、サンゴ、ベージュの3色が、さらに委託講習用や災害対策用の特殊用途として、赤、デモンストレーション用として内部機構が透けて見える、無色透明もある。カラー電話機の登場と、同時期から、ベルオンの調節ができるようになった。底面のスリットから、 調整ダイヤルを動かして、ベルオンの強弱を調節する。4号電話機では、形式名やメーカー名が書かれたステッカーが、底面に貼られていたが、600型では、形式名、製造会社のマーク、製造年が直接底面に刻印されるようになった。ベルオンが調節できるものには、ベル調、カラー電話機には、と刻印されている。 本体と掃除脇をつなぐコードにはストレートとカールの2種類がある。1970年代前半からカールコードが採用された。コードの色は電話機本体と同じだが、本体が無色透明のものについては黒色や白色が使われている。日本において初めてプリント基板を使用した量産型電話機であり、自動生産、無調整生産を目指した構造となっていた。 総組み立ての自動化のため、ネジ止めよりも、リベット止めが多用された。そのため、現場での部品交換が不便となった。4号電話機の3倍以上の感度があり、3600対直径 0.32mm 新線の通信線路が 3km 程度まで使用可能となり、さらに加入車線の経済的な増強が可能となった。サージ電圧による雑音の軽減対策に、 シリコンダイオード2個を逆接続したバリスタが受話器に並列に接続されている。電気抵抗とコンデンサによる手動3デシベルパッドを内蔵した600系4個直列のシリコンダイオードを2組逆接続したバリスタが総惑機に並列に接続され加入者回線と内線との回線抵抗差に対応した企業や旅館の校内交換内線用650系150。 オーム以下の直流抵抗であり、フックスイッチが赤色の共同電話用 610A 型、7から10デシベルの通信線度損失に対応した、高損失用 600L 型などのバリエーションがある。ウェスタンエレクトリックの500型形式名がいきなり3桁の600に飛んだのは、当時のアメリカの黒電話、ウェスタンエレクトリックの500型の向こうを貼って、600系としたからであるという。 この500型もやはり前日のヘンリー・ドレフィスの設計によるものである。600A 型卓上電話機 600A 型卓上電話機は4号をベースによりシャープにした筐体デザインで4号のイメージは踏襲しつつもダルマと呼ばれるようなことは少なくなった。回転板は合成樹脂製で中央の紙には3号、4号電話機のような注意書きはなくなり、 電話番号を書き込める形線が2本引かれているだけになった。形線は A1 が黒色で A2 が赤色。取り付けの際の位置決めのために上下2箇所に切れ込みがあり、紙と同型の保護用の透明プラスチック板を重ね、回転板の突起に合わせて取り付ける。 さらにその周囲を左右に固定用の爪があるが意 45mm のステンレス製で錆びにくいリング状の金具で固定している。2号電話機以来標準として使用されてきた2号ダイヤルに別れを告げ、新たに急接点のものが設計された。ダイヤル機構部は4号電話機とは全く異なっており、4号電話機で感じられた回転板から指を離すとわずかに空転して戻る。 カツンというショックがなく、軽いナリオ音と共に滑らかに回転する。日本の電話機におけるダイヤル機構の一つの到達点と言える。1970年代前半以後に生産されたものはダイヤル機構のギアがそれまでの金属製から合成樹脂製に変更されており、回転板が戻る時の音が静かになっている。基本的に自動式のみだが着信専用。 専用回線や災害時の臨時設置電話用としてダイヤルを配した強電式の相当品も製造されている。この場合裏面の刻印は 600C、650C などとなっている。600、オータムウィンター型壁掛け電話機600、オータムウィンター型壁掛け電話機は、本体筐体、フックス,スイッチ、本体底板、取付用部品、内部端子以外は卓上型と共通である。 上部に掃除脇を水平に置く形状である。付属の取り付け板を単独で壁に取り付けた後、電話機をこの取り付け板に引っ掛けてネジで固定する取り付け方法となり、配線も底板に露出した端子板に直接取り付けるようになった。筐体を開かないので工事取り付け時の事故、不良が減少した。600A 型小型電話機 600A 型小型電話機は、 卓上型と共通の総和素子、受話素子、回路素子を利用した同等の性能の小型電話機である。日本電信電話公社の自営品指定書に適合するもので、レンタル品ではなく、メーカーから利用者に直接販売された。卓上型、壁掛け W 型がある。総和口、総和口を対象位置にした総受話機を採用し、 本体部品はすべて底板に取り付けられている。600P 型電話機 600P 型電話機は1969年5月17日に発売が開始されたプッシュトーン信号を交換機呼び出しに使用する日本初の押しボタンダイヤル式電話機である。ダイヤルスイッチとトランジスタ1個からなるコイルコンデンサ発信回路によるトーン発信機を備えている。 翌年、プッシュ本という愛称が公募によって付けられた。この当時、海外のプッシュ本は44のボタン配置だったが、日本では導入を簡素化するため、日本ではほとんど用いられないと思われるアルファベット専用ボタンの縦一列を省略した。600P 型の筐体や、掃除脇の材質は600型と同じで、高出塩カビニール製。内部の回路には、 プリント基板が使われているのも同様。ダイヤル式の600型に比べると 600P 型は、押しボタンの周囲が、わずかに多面上状にカーブしており、角張った印象を与える。底板などは600型との互換性はない。内部でのベルの配置も異なっている。本体と掃除脇をつなぐコードはカールのみとなっている。600P 型はすべてベルオンの調節ができるので、改めて、 ベル長の表示はされていない。600型では、底板は塗装されていなかったが、600P 型では、筐体の色に関わらず白色で塗装されている。筐体の色は当初グレーのみだったが、1972年9月から、グリーンコーラルアイボリーの各色が追加された。グレーとグリーンは600型と同様に掃除脇の色が、筐体よりも濃く、ツートンカラーになっている。 電電公社の一般向け卓上型電話機で黒色がないのはこの 600P 型だけである。601系電話機は600型から2割のコストダウン、現場で内部の部品を自由に交換できる構造とする、パッド切り替えを不要とするなどを目的として開発された電話機で1978年4月から商用試験が始まった。製造会社は岩崎通信機。 神田通信工業、大閤電気製作所、田村電気製作所、東芝、中井通信機、日通工、長谷川電気製作所、明星電機。オイルショック後に開発された機種であり、徹底的に製造コストの削減がなされている。それまでの600型に比べ重量は約3分の2、部品点数は約半分になっている。ダイヤル1式やフック機構部は、 そこ板側に固定されて筐体は単なるカバーとなり製造時の省力化が図られている。色は黒、アイボリー、グリーングレーの4色で600型と基本的に変わらないがやや淡いパステル調の色になっている。グリーングレーは掃除脇も筐体と同色になった。材質も600型と同じ高質塩化ビニールだが厚みはさらに薄くなっている。 直流素子コンデンサを、負荷抵,抵抗で短絡し、低周波数での速温平行を改良するため、総器、受器ともそれぞれ感度を2デシベル向上させた。バリスタを多用した650型に近い、回路構成となった。設計の容易化のため共同電話には用いられなかった。2002年に製造中よされ、新規販売が停止された。601A 型卓上電話機601。 A 型卓上電話機は600型に比べてやや小型化し、ダイヤル周辺が平面に近い印象がある。ダイヤル周りでは中心の紙にある数字が4号電話機以来復活した。透明カバーと紙を押さえるリングは一体化して無色透明の合成樹脂性になった。ダイヤル指穴中心のがなくなった。ダイヤルの文字盤もなくなり、 数字は直接筐体に印刷されている。メインギアはもちろんベースプレートやガバナユニットなどほとんどがジュラコンで製作された。ステンレスの商談品がクラッチスプリングに使用された。また板バネ類がすべてステンレスとなった。接点は銅の上に銀パラジウムを貼り合わせたものとした。筐体のコードの付け根部分に当たる部分は切り欠きがなくなり、コードは 筐体と底板との隙間を通っている。内部の変更点では、ベルが代々続いてきた丸いワン型から家庭用チャイム等に使用される平面の金属板になったのが特徴的である。これを明動装置と一体化した樹脂製の棒で打つので、それまでの600型とは明らかに音色が違って聞こえる。601オータムウィンター型壁掛け電話機601 オータムウィンター型壁掛け電話機は、掃除脇を本体に垂直に掛ける薄型の形態となった。本体色は白のみであるが、装飾パネルの色を変えることができる。呼び出し装置が圧電スピーカーによる電子音で音色を3種類、音量を3段階変更できる。回路のプリント基板化により、筐体設計の自由度が上がったためであり、これが、 現在の電話機のデザインへの布石となり、すなわち3号電話機以来40年以上続いた黒電話の時代に終わりが見えたのである。601A 型小型電話機 601A 型小型電話機は日本電信電話公社の自営品指定書に適合する 600A 型小型電話機の後継である。メーカーから直接利用者に販売された。 卓上型、壁掛け W 型がある。601P 型電話機 601P 型電話機は1980年10月に 600P 型の後継として導入された。押しボタンにシリコンゴムシートによるスイッチを導入することで 600P 型の弱点であった接点の劣化が解消されている。トーンを発生する回路が1チップ IC となった。 当初からカラフルなラインナップが用意された。黒、白、グレーアイボリー、緑、黄緑、青、水色、ワインレッドコーラルの10色だが、1985年に開かれた筑波万博記念の金色もある。601PW 型壁掛け電話機 601PW 型壁掛け電話機は、601オータムウィンター型をトーン信号対応としたものである。 シルバー本命量、シルバー本命量は、通常時の最大約18倍の音圧で受話する、ことのできる福祉電話機である。601系電話機の総受話機であり、レンタル及び販売されている。601M 型磁石式電話機 601M 型磁石式電話機は、極給電のない電話加入区域内の相互の音声、電装専用線のために提供された。従来、 600系、601型には、磁石式は存在しないとされ、学研の図鑑、放送、通信でも4号磁石式電話機と取り違えられていた。現在でもウェブ上で、本機を4号系統の電話機としているサイトが、散見されるが、誤りである。NTT 東日本では2009年10月1日に、NTT 西日本では2018年4月1日に、 レンタルによる提供が廃止され、実費による修理となった。代替機器として加入者宅内設置の、強電式相当の給電装置の、トルダケ君が案内されている。1985年、日本電信電話公社は日本電信電話株式会社へと民営化された。また、第二電電株式会社をはじめとする、新電電の参入が可能となった。これにより、 電気通信端末機器審査協会で技術基準適合認定を受けたものか、これと同等とみなされた電話端末機器であれば自由に公衆交換電話網にモジュラージャックで接続できることとなった。電気通信事業者からレンタルされるものではなく、家電店などで買うものへと変化したのである。その後21世紀に入り、電話機はコードレス本化が進み、 また、留守番電話やファクシミリと一体となった多機能電話が主流となった。さらに、電話機の主役そのものがこれら固定電話から、携帯電話など、移動体通信に移行した。1970年代まで日本の家庭を席巻した黒電話は、端末設備自由化後、急速にその姿を消していった。1993年には、ダイヤルパルストーン兼用の 900P 型標準。 電話機が提供開始された。極給電のみで動作するため、黒電話の後継として、応急復旧用式材として備蓄され、大規模災害の際の臨時無料公衆電話として使用されるようになった。被災者が電話回線を復旧する際に再生品の 900P 型が無償提供されることもある。災害対策として、極給電のある 電話回線と電話回線給電のみで使用できる電話機の組み合わせが有用であると長時間の停電が起こるたびに再認識される。IP 電話用の集端装置もダイヤル電話機に対応したものがほとんどであり、例えば公開線や ADSL のモデム設定をパルスに設定すればブロードバンド回線にも接続することができる。また着信専用としてなら、 プッシュ回線やトーン信号専用の IP、電話集端装置にも使用できる。強電式を着信専用として使用することもできる。一部には黒電話は使えなくなるなどというセールストークで多機能電話機を高額な値段で販売、リースする悪徳商法もあり、消費生活センターや警察などが注意を呼びかけている。電話番号のマークが黒電話の形を模している。 携帯電話の通話ボタンも同様の意装があしらわれているものがある。また、着信メロディにわざわざ黒電話のベルメイド音が提供されていることなど、電話としてのイメージもまだ生き続けていると言える。黒電話の長楽を招いた端末自由化だったが、その一方で黒電話機を NTT から買い取ることも可能になった。このため、 NTT から個人に売却された黒電話は相当な数になった。レンタル提供することを目的とした高耐久設計であったため、6 0 1系、6 0 0系あるいは4号や3号電話機は2010年代にも可動機がオークションなどで流通している。ダイヤル式の場合、電子部品が受動素子だけであり、機構部品も単純なため、ある程度の修理が可能である。 また、北海道から沖縄までの指揮に対応した環境試験が行われたため、高温多湿、寒冷、結露などにも耐久性がある。ありがとうございます。